マジックタイムは日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2016年のダービー卿、チャレンジトロフィー、ターコイズステークス。馬名の意味は、日が沈んで、空が青く綺麗な数分間のこと。2011年2月15日に、北海道安平町のノーザンファームで誕生。一口馬主法人、サンデーサラブレッドクラブより、総額1600万円で募集され、苫小牧市のノーザンファーム空港牧場で育成された。美保、中川金成厩舎に入厩。2歳7月にデビューし、未勝利戦と金木犀特別を連勝して、阪神ジュベナイルフィリーズにも出走。3歳時には、クイーンカップで2着に入り、フローラステークスでも一番人気に押されるなど早くから結果を出したが、その後は長らく勝ち星から見放される。2015年10月の専満した条件戦で約2年ぶりの勝利を挙げると、2016年1月の節分ステークスも制してオープンに再昇格する。京都牝馬ステークス2着を挟んで出走したダービー卿チャレンジトロフィーでは、ロゴタイプや里のアラジンといった強敵を撃破して、重賞初制覇を果たした。その後は、GI の壁には阻まれたものの、重賞で安定した走りを続ける。同年暮れのターコイズステークスでは一番人気に、応えて後方から鮮やかに差し切り、重賞2勝目を挙げる。精神面の成長によって、充実期に入ったものの、クラブの規定により6歳春での引退が決まっていたため、2017年3月の中山牝馬ステークス2着がラストランとなった。現役引退後は北海道苫小牧市のノーザンファーム空港牧場で繁殖入りし、2018年4月8日に生後のお馬が誕生した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。